皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。今ですね、今月の27日発売のパチンカマックスの、新フォギュアの実践漫画を描いている最中なんですが、本当にですね、まあこれから次から次にすごい新題が出てくるので、まあある意味ですね、もうパチンコがこんなに変わっちゃったのかって思っちゃって、少し諦め気味の方もいらっしゃるんじゃないかと思ってちょっと心配しています。まあ本当にですね、あの勝負が早い代わりに逆にもう負けたらえげつなく負けちゃうなっていう感じになってきませんか。まあ本当にですね、ギャンブル性がめちゃくちゃ高くなって、本当に大勝ちする人はですね、1日に10万、20万、30万と勝てるわけですから、やっぱりあの一度そういう大勝ちをするとついついですね、やっぱホールに行ってお金を使っちゃう癖がついちゃうんじゃないかっていうのが僕はすごく心配なんですけど、逆にですね、まあうまく立ち回れば本当にいいお小遣い稼ぎになるなっていうのが、またパチンコのいいところでもあるわけで、まあ中には本当にこういう話題がこんな形で当たるのかということをですね、理解する以前にもう偶然当たっちゃって連チャンしちゃったって方も多いんじゃないでしょうか。これがやっぱりですね、パチンコの面白さだと思うんですよね。僕らが何もかも理解して最初にパチンコを打ったかというと、そんなことはもうないですね。まさに訳も分からず、本当にあの大事なお金、本当に1000円でも大変だっていう時代に、1000円札を差し込んでるわけですから、まあこれがあのあっという間に消えてしまう恐怖というのも味わった方多いんじゃないでしょうか。もう本当にあのなくなるのはあっという間ですよね。逆にですね、もう全くあの何のあの欲もなくというわけではないでしょうか。やっぱし、ギャンブル的な欲はありながらパチンコ屋さんに行ってる方も多いでしょうから、思わぬ勝ちを拾ってですね、人生が変わったって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いや、もう僕なんか典型的なですね、人生が変わったタイプですよね。あの39歳の本当に最後まで僕は普通の漫画を連載してて普通に食べていけた漫画家なんですけれど、40歳で CR 花満開に出会ってから人生が本当に一変した漫画家で、もうパチンコ漫画家歴の方が長くなっちゃいましたね。13年近く普通の漫画、もうそれもありとあらゆる出版社、ありとあらゆる雑誌、大げさでなくてですね、ほとんどの雑誌で連載してて、まあジャンプでスタートして以来、本当にあのヤングサンデーだとかヤングジャンプだとか、少年キングだとか、あとチャンピオン、本当に普通の女性誌にまで、連載したりしてたドンキホーテなんですけど、もう考えてみれば、少女雑誌も含めてすごい量の仕事をしてきた中で、まあいろいろ培ってきたものがうまく生きたのがパチンコの世界だったってことにですね、40歳になって気づかされるんですね。まあパチンコ漫画をリアルに描く漫画っていうのがそんなになくて、本当のホールを描いたり、本当のお客さんや本当の出玉をですね、リアルに描くっていうこと自体がですね、珍しかった時代に、ドンキホーテは登場したわけです。今発売になってるですね、1日に出たばかりですね、パチンカークラシックには、僕がその初めてそのパチンコと出会って、旅打ちをした時のですね、まあ、銀パレやルパンとの話なんかも出てますんで、それのご覧になっている方もですね、多分谷村先生昔こんな感じだったよなぁと、知ることもあるでしょうし、全く最近の読者の方はですね、もう全てが新しい、まさにね、古典の落語を見るような自分の知らないパチンコの世界をですね、見てきた生き証人であるドン・キホーテの、リアルなドキュメント漫画ですよね。まあ朝に今ネットがこれだけ広まって、全てネットを広げれば分かっちゃう時代に、ネットで分からないことをですね、一生懸命漫画で伝える、ある意味本当にインフルエンザー先生、間違いなく僕はもうインフルエンザーだったと思うんですよね。もうそれがあったから、皆さんが漫画を読んでくださってたんだと思います。そういう懐かしい漫画もですね、今逆に再び脚光を浴びてきてますんで、この機会にご覧になってください。そして、パチンカはもう一つ、ついこの間ですね、13日の僕の誕生日にですね、ルパンの漫画を描いたパチンカ Z が出てます。
まさにですね、懐かし大を見るような感じで、実は2022年にルパン、消されたルパンが戻ってきて、僕はあの消されたルパンの開発者の方とお会いした話なんかもですね、改めてパチンカの方で書いてますんで、ぜひご覧になってください。本当にですね、ここ10年でもこんなに変わったルパン、ある意味僕その前に登場した頃からの現金機時代のルパンの漫画も書いてますんで、見たい方はですね、あちこちで電子書籍になっている、ドンキホーテの漫画をご覧になってください。あと、日々の僕の立ち回り、そして実践データ、そして動画はですね、スマホサイト谷村仁志パチンコランドの方に、登録なさってぜひご覧になってください。まあ懐かしい数々の名機をドンキホーテは本当に打って、勝ちまくってます。これを全部嘘だと思って片付けるのはもう難しい時代になったということを逆に、感じてるんではないでしょうか。ちょっとムカつくなって思う方もですね、ドンキホーテのまあ勝ち自慢と取ってしまえばもうそれまでですけれど、どうやって勝ってるのか、その勝ち方をですね、覗いてみるのはいいと思いますよ。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。